広島県庄原市、県北東部に位置する庄原赤十字病院は市の唯一の総合病院として、地域の医療を病院の内外で支えています。早朝、職員が支度するのは移動診療車による無医地区への巡回診療。車内にはベッドや血液検査装置など各種診断機器を備えた作り。おはようございます。早いですね。診療は医師のほか研修医2名が同行。病院必修の実習ですが、他の病院からの申し込みが絶えないといいます。出発する移動診療車、庄原赤十字病院は国の定める僻地医療拠点病院に指定され、無医地区への巡回診療は赤十字病院の中でも屈指の実施数です。その無医地区が全国で北海道に次いで2番目に多いという広島県。向かったのは人口368人の帯着地域で、65歳以上が6割を超える限界集落です。巡回用の診療所に到着。早速訪れる患者の皆さん、採血後は移動診療車ですぐに検査が可能。電子カルテも病院とオンライン接続され、通常の診察では病院との差はありません。みんなで検査で A 結果言ってください。こちらの男性は地区の会長さん。人間ドックの精密検査の結果が知らされるとのことで、ご心配の様子。特に悪いもんではなさそう。ああ、うんうん、悪いもんではなかった。悪いもんではない、ね、それを聞きゃ安心。そうそうそう、はい、これ問題なし。じゃあこれお薬ね、はい、これはね、大いに助かりおりますよ。こういった田舎はね、病院へも行けんし、買い物も行けんしということになるじゃないですか、はいはい、地域医療には非常に熱を入れていただいておりますしね、この帯着へ最後まで生活していただける非常に我々にとっては嬉しい話。巡回診療は帯着地域6カ所の集会所で週2回行われます。なお、移動診療車は他の医療施設との共同運用で連日市内全域でフル活用されています。医師の竹村さんは広島県生まれ。診察は都市の病院とは違い、終始和やかな雰囲気が漂います。オッケー、だいぶ元気になって。はじめはふわふわしておったがね。ね、そうでしたよね。ふわふわになった。うんうん、分かった。気がかかるよ。映画ね、お母さん仕事があって大好きな。ああ、そういうの取らないけど。そうそう、みんなね、親切にしていただいていて、いろんなこと聞いていただけるからね、助かっています。竹村さんは地元広島県の地域医療を支える奨学金制度を利用して医師になりました。学生時代に訪問看護について行った時に、看護師さんから総合診療的な立ち位置でいろんなものを見てくれるような先生がいるだけで、私たちはだいぶ心強いんですみたいなお話をしてくださった時に、やっぱそういったニーズっていうのがこういった地域では必要になってくるんだなというのも感じたので、まあ勉強させてもらう中で今大きい糧になってるのかなとは思います。過疎化、高齢化が進み、少しずつ消えていく地方の医療。厳しい現実の中、職員が一丸となって医師不足への対応、人材の活用や育成などに取り組み、移動診療車による無医地区への巡回診療を支えています。職員全部がやっぱりこの地域は自分たちが守る、必ずうちの病院が最後まで見ていく、そしてこの地域で最後まで暮らせるようにできるだけ努力して協力してやっていこうという、そういうのを合言葉にしてやってます。